平野翔と渡辺直美がついに共演。サンピープル一枚ニュート特別番組の裏話と見どころ完全紹介運命的な出会いから共演へ平野翔と渡辺直美の新番組サンピープル一枚ニュートの全貌とは昨年インターネット上での何気ないやり取りが大きな話題となった二人平野翔と渡辺直美がついにテレビ番組で共演することになりました 二人の出会いはまさに運命的なものであり、その背後には驚くべきエピソードが隠されています。平野翔は、インスタライブで今後会いたい人として渡辺直美の名前を挙げ、それを偶然耳にした渡辺が自身のストーリーズで自分の名前が聞こえてきて飛び起きた顔文字笑いと反応したのです。その後も二人の交流は続き、ファンからの直美ちゃんとコラボしてほしいというコメントに対して、平野が、 いいんですかしたいてか話したいと返信し渡辺もぜひいつか話しましょうただ心の準備期間だけくださいショート返すなど2人のやりとりは多くの注目を集めましたそんな2人がついに日本テレビの特別番組サンピープル1枚ニュートで共演することになりましたこの番組は異なるジャンルから集まったパフォーマーたちが 1>, 1分間という限られた時間の中でその技を披露するという斬新なコンセプトのもので視聴者を驚かせるパフォーマンスが続々と登場します渡辺直美と平野翔が MC を務めるこの番組は笑いや涙そして驚きと感動を提供する新しい形のバラエティ番組です渡辺直美は Instagram でこの共演について心の準備に60年欲しいって言ってましたが 平野くんとこんな早く再共演できるとは思ってませんでしたし、余裕で人見知り前回祭り台爆発のまま、楽しく収録させていただきました、とコメントしており、その緊張と興奮が伝わってきます。彼女はまた、かちょこちょこ休憩があったんだけど前半は話しかけていいのか距離感がわからずに、3回無言の、シュー、タイムありました怖すぎる。わらなんの音 で横見たら目ばっきばきの周音内いたら誰でも怖いよね、と、収録中のエピソードをユーモラスに語っています。彼女のコメントからは、平野翔との共演がどれだけ特別なものであったかがよくわかります。平野翔もまた、この共演を非常に楽しんでおり、番組収録中の様々なエピソードを語っています。彼は、渡辺直美との再共演について、心の準備期間は確かに短かったけど、 さんとの仕事は本当に楽しかったと述べており彼女との共演が非常に充実したものであったことを示していますまた番組中のパフォーマーたちの素晴らしい演技についても言及し出演者の皆様の素晴らしいパフォーマンスナオミさんの素晴らしい MC 力で最後は会場みんなが一つになりましたと番組全体が大成功であったことを強調していますこのような背景を持つサンピープル一枚ニュートは 多くの視聴者にとって待望の番組となりました。特に平野翔と渡辺直美の共演はファンにとって夢のような出来事です。二人のやりとりは SNS 上でのやりとりから始まり、ついにはテレビ番組での共演へと発展しました。この過程はまさに現代のコミュニケーションツールの力を象徴しています。インターネット上での何気ない一言が 大きなプロジェクトにつながることもあるのです。この番組は視聴者にとっても新しい発見と感動を提供するものでありパフォーマーたちの技術と想像力が存分に発揮されます視聴者は1分間という限られた時間の中で繰り広げられるパフォーマンスに驚きと感動を覚えることでしょうまた渡辺直美と平野翔の MC としてのコンビネーションもこの番組の大きな魅力の一つです 二人のユーモアとエネルギーが番組をさらに盛り上げる要素となっています。視聴者にとってこの番組はただのエンターテインメントではありません。二人の共演を通じて夢や希望、そして友情の大切さを感じることができるのです。渡辺直美と平野翔のストーリーは多くの人々に勇気とインスピレーションを与えることでしょう。彼らの姿を見て、 自分自身も何か新しいことに挑戦しようと思う人も多いかもしれません。このようにして、平野翔と渡辺直美の共演は、ただの偶然の産物ではなく、二人の努力と情熱、そしてファンの支えがあってこそ実現したものです。これからも、彼らの活躍に期待が寄せられます。今回の共演をきっかけに、さらに多くのプロジェクトで二人の姿を見ることができるかもしれません。 視聴者としては、これからも彼らの活躍を応援し続けることでしょう。この番組が放送されることにより、多くの人々が感動し、笑い、そして新しい発見をすることができるのです。サンピープル一枚ニュートは、ただのエンターテインメント番組ではなく、視聴者にとっての一つの冒険であり、新しい経験を提供する場です。これからも、 このような斬新でクリエイティブな番組が増えることを期待しています。平野翔と渡辺直美の共演は、その第一歩となることでしょう。二人のやりとりやエピソードを通じて、多くの人々が感動し、勇気をもらうことができました。この番組を通じて、彼らの魅力がさらに多くの人々に伝わることを願っています。そして、この共演が新たなスタートとなり、 さららに多くの素晴らししいいプロジェクトが生ままれることを期待しています視聴者として彼らのこれからの活躍に目が離せませんすることが求められます視聴者は単にエンターテインメントを楽しむだけでなくアーティストのパフォーマンスを通じて自分自身をも高めたいと考えているのです音楽番組がその期待に依頼られるならば視聴者の満足度は高まり アーティストと視聴者の間に深い絆が築かれるでしょうまた音楽番組の内容や形式が視聴者にどのような影響を与えるかについても考える必要があります例えば最近ではアーティストが出演する音楽番組の VTR が長すぎるとの声が上がっています視聴者はアーティストのライブパフォーマンスを楽しみにしているため長時間の VTR が放送されることで せっかくのパフォーマンスがそがれてしまうことが多いですこのような場合視聴者の期待に応えるためにはよりバランスの取れた番組構成が必要です VTR 企画が長引く場合でもその内容が視聴者にとって興味深いものであるならば視聴者の満足度を維持することができるでしょうさらに視聴者が音楽番組に期待するのは単なるパフォーマンスだけではありません アーティストのバックグラウンドやパーソナリティ制作過程なども視聴者にとっては重要な要素ですアーティストの人間性や裏側を垣間見ることで視聴者はより親しみを感じそのアーティストに対する愛着が深まることがあります音楽番組がこうした情報を提供することで視聴者との距離が縮まりより良い関係が築かれるでしょうまた視聴者の多様性にも対応することが大切です 音楽は広範なジャンルとスタイルを持ち、視聴者の好みも様々です。音楽番組が様々なジャンルやスタイルのアーティストを取り上げることで、より多くの視聴者の興味を引きつけることができます。視聴者が自分の好きな音楽を見つけ、楽しむためには、音楽番組が幅広い選択肢を提供することが求められます。音楽番組の評価やランキングについても考える必要があります。 順位をつけることで視聴者の関心を引きつける一方で、アーティスト間の不必要な比較を生む可能性もあります。音楽は個々の感性や好みによって楽しむものであり、一つのランキングで全てを評価することは難しいです。アーティストそれぞれの独自性や努力を尊重し、視聴者がそれぞれのアーティストを楽しむことができる環境を作ることが重要です。このように、 音楽番組は視聴者とアーティストの架け橋としての役割を果たし、視聴者が楽しむための工夫を凝らすことが求められます。音楽を通じて感動を与え、視聴者の期待に応えるためには、視聴者の声に耳を傾け、彼らが本当に楽しめる内容を提供することが不可欠です。音楽は人々の心に深く響くものであり、その力を最大限に引き出すためには、 視聴者とアーティストが共に楽しむことができる場を提供することが必要です。